ヤマタノオロチ。スサノオは背が高くて真っ黒なひげがたくさん生えた元気の良い男です。お姉さんのアマテラスと一緒に高間ヶ原に住んでいました。スサノオは高間ヶ原の人たちと考えが合いません。高間ヶ原の人たちはスサノオを追い出せ、スサノオをやっつけてしまえといつもアマテラスのところへ押しかけてきます。とうとうアマテラスは、お前はこの国から出て行きなさいとスサノオに言いました。高間ヶ原の人たちはスサノオを運んで行って山の上から放り出しました。スサノオはあんまりひどくぶたれたのでなかなか立てません。しばらく横になって寝ました。目が覚めました。元気になっていました。スサノオは歩き出しました。山を滑って降り川へ出ました。川の水が真っ赤です。真っ赤な水はドロドロと流れています。スサノオはどしどし川の中に入りました。流れが強くて溺れそうになりました。ああ危なかった。岸に立ったスサノオは川の中に変なものが流れているのを見ました。おや、ふかりふかりふわふわ、川の中に流れているのは2本の棒でした。スサノオは手を伸ばしてつかみました。これは箸だ。箸は何に使う？箸はご飯を食べるときに使う。この箸を使ったのは誰だろう。箸を使った人に会いに行こう。スサノオは川の流れてくる方に歩き出しました。小さな家がありました。その前で三人の人が、うおーん、うおーん、わーん、わーん、と泣いています。おじいさんとおばあさんと、そしてもう一人きれいな女の子です。どうしたんだ？スサノオはびっくりしてわけを聞きました。ヤマタノオロチが来るんです。この子を食べにやってくるのです。おじいさんは話しました。ヤマタノオロチの目は真っ赤な化け物のようです。ヤマタノオロチの体には気持ちの悪いヌルヌルとした苔が生えています。お腹の裏側にはいつも血がにじみ出していて、見るだけでも恐ろしい蛇です。おばあさんは話しました。ヤマタノオロチは毎年やってきます。夏になると来るのです。ヤマタノオロチは子供を食べてしまいます。誰が向かって行ってもヤマタノオロチには負けるのです。女の子も泣きながら話しました。私はクシナダ姫といって7人のお姉さんがありました。もう誰もいません。ヤマタノオロチに食べられたのです。今年は私が食べられる番です。スサノオはじっと考えました。よし、あなたを救ってあげよう。スサノオはオロチを退治する方法を考えました。どうか特別に強いお酒を作ってください。みんなは力を合わせてお酒を作りました。8つの亀に作りました。大きな亀です。その亀にいっぱいお酒を入れました。お酒は木の台の上に置きました。台の周りに垣根を作りました。垣根に
一つずつ合わせて8つの入り口を作りました。そしてヤマタノオロチを待ちました。雨が降り出しました。山が崩れました。ヤマタノオロチが山を崩して現れたのです。スサノオは魔術を使いました。クシナダ姫を櫛の形に変えて、その櫛を自分の髪の中に隠して、オロチの来るのを待ちました。ヤマタノオロチは8つの頭をぐっと高く持ち上げました。真っ赤な目は合わせて16。怪しい光を出しています。オロチは女の子を探しているのです。スサノオは垣根の陰でじっとオロチのすることを見ていました。ヤマタノオロチは怒りました。女の子を食べたいと思っているのです。それなのに女の子はいません。8つの尾っぽを振り回しました。ドドー。突然、8つの尾が止まりました。1つの首がスルスルと前に出ました。7つの首が止まりました。1つの首は匂いを嗅いでいます。7つの首も匂いを嗅ぎ始めました。お酒の匂いです。オロチは匂いの方へ進みます。7つの首はすぐに穴の中に入りました。1つの首は辺りを見回しました。敵がいないかどうか、8つの首はお酒を飲み始めました。8つの舌は忙しく動き、お酒を吸い上げているのです。ゴーゴー。スサノオはそろそろと立ち上がりました。オロチに少しずつ近づいていきました。突然、スサノオはばったりと倒れました。強い風が吹きつけてきたのです。スサノオは近づけなくなりました。スサノオは待ちました。お酒には毒が入れてあります。一つの尻尾から力が抜けました。くにゃり、土の上に落ちました。くにゃり、くにゃり、くにゃり。次々に6つの尾が土の上に倒れました。残っているのはたった一つの尾だけです。一つだけ立っている尾にももう風を起こす力がありません。8つの首は亀の上にありました。ぐーぐーものすごい音がしました。いびきだ。オロチは毒を飲んでも死んではいませんでした。えい！スサノオは刀を振り上げて、一つの首を切りました。首はコロコロと転がって地面に落ちました。でも、まだ死にません。真っ赤な目玉を開きました。大きな口を開けました。長い舌の上から熱い風を吐き出しました。スサノオは切られた首に向かってもう一度切りつけました。首は大声を出して叫びました。うわぁ！7つの首が目を覚ましました。大きな口を開けて、熱い風を吐き出しました。風はスサノオの周りで火になりました。スサノオの着物、
スサノオの髪、スサノオの耳、全部に火がつきました。スサノオは体中の力を込めて魔術を使いました。冷たい風が吹いてきました。熱い風と冷たい風の戦いです。冷たい風が勝ちました。火は消えました。スサノオは急いで2つの首を切り落としました。4番目の首がスサノオに襲いかかりました。スサノオはひらりと身をかわしました。8番目の首が反対側から襲いかかりました。スサノオは刀を振るいました。スサノオは地面に叩きつけられました。それでも刀を離しません。刀に力を入れました。8番目の首は口が裂けて倒れました。オロチの4つの首が死にましたけれども、スサノオは左の背中と足と腕に重い怪我をしました。雷が3遍鳴りました。真っ黒な雲がどんどん下へ降りてきて、スサノオの周りを取り囲みました。スサノオの体はいつの間にか雲と一緒にオロチの住む山の方へ運ばれていきます。オロチの首は真っ黒な雲の中に隠れていて、突然スサノオに襲いかかります。4つの首は変わる変わるスサノオを攻めました。スサノオは刀を落としそうになりました。クシナダ姫はスサノオの髪の中でスサノオを救おうと思いました。オロチが後ろから近づく前に、クシナダ姫はスサノオに教えました。スサノオは振り向いて刀を構えました。6番目の首が攻めてきました。口を大きく開けてスサノオを飲み込もうとしていました。スサノオは刀でその口の中を突きました。5番目の首も6番目の首と同じように刀を口に刺されて死にました。雷が6度鳴りました。地震のような音がして地面が揺れました。オロチの倒れた音です。スサノオはオロチの尾を裂きました。カチン、鋭い音がしてスサノオの刀が欠けました。オロチのお腹の中には大きな刀がありました。スサノオはその刀を取り出して眺めました。月が沈んでいきました。太陽が東から昇りました。太陽の光に当たってオロチの刀はキラリと光りました。見事な鉄だ。スサノオは驚きました。スサノオは魔術を使って死になっていたクシナダ姫を元の美しい女の子の姿に戻しました。クシナダ姫はおじいさんとおばあさんを呼びました。朝の光が死んだオロチの8つの首と8つの尾を照らしていました。おじいさんとおばあさんは地面にひれ伏して、あなたは私たちを救ってくださいましたとスサノオにお礼を言いました。3人はスサノオを横に寝かせました。スサノオの体には全部で88の怪我がありました。オロチの鋭い牙で怪我したのです。オロチの吐き出した熱い風で火傷したのです。クシナダ姫は一生懸命に怪我の手当てをしました。クシナダ姫の手当てで88の怪我が
全部治りました。スサノオは元のように元気な男になりました。スサノオは田んぼを作って働きました。緑色の稲がどんどん伸びて黄色に実りました。スサノオとクシナダ姫の結婚式が始まりました。スサノオは大きな声で歌を歌いました。クシナダ姫は髪に花を飾り、手に榊を持って踊りました。クシナダ姫は8人の子供を産みました。子供たちが大きくなると、スサノオは男の子を連れて川に出かけました。川はやはり真っ赤な色をしていましたけれども、昔のように荒れてはいませんでした。ヤマタノオロチがいなくなったので、川が静かになった。スサノオはそう思いました。スサノオと男の子たちはどんどん山の奥に入りました。山の奥には木も生えていません。草も生えていません。岩ばかりありました。岩はみな真っ赤でした。鉄の岩だ。この真っ赤な鉄が流れて川の水を赤くしているのでした。男の子たちはスサノオと一緒に山奥で鉄を取りました。その鉄からクワやスキや斧を作りました。女の子たちはクシナダ姫と一緒に蚕を飼い、絹糸を取り、着物を作りました。夏になると男の子も女の子もみんなで田んぼに行きました。お米を作りました。新しい村ができたのです。スサノオが年をとって死ぬと、出雲の人たちはスサノオのことをいつまでも覚えているために特別の家を建てました。今でも出雲に行けばスサノオの家の跡がどこかにあるはずです。おしまい。どうだったかな。8つも頭のある大きな蛇をやっつけたスサノオは、日本の神様の中でも暴れん坊で有名なんだよ。生まれてすぐに海を担当しろって言われたんだけど、お母さんに会いたくて泣いてばかりいた甘えん坊だったんだけどね。面白かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンを押してね。それじゃまた次のお話で遊ぼうね。